悲劇の王妃、李政子王妃、日韓の架け橋に。政子王妃は、1901、明治34、年11月4日、国の宮、国の宮朝彦神皇の第四王子で、1885、明治18、年に、梨本の三宅を継いだ梨本森政、梨本森政フランス陸軍大学校卒後、第1旅団長や第16師団長を務め、 1942昭和7年元帥となる戦後皇族中唯一の戦犯として逮捕されるが釈放されたと佐賀藩第11代当主鍋島直弘鍋島直弘の次女いつこの子昭和天皇の妃興淳皇后のいとことして生まれる1毅然たる覚悟 昭和天皇の日、妃崎の第一候補と言われていた、最中の大正後、1916年8月3日朝、大磯の別邸で、夏を過ごしていた梨宮政子。梨元宮政子妃は、いつものように新聞を広げると、あっと、声を上げて、両手を穴々と震わせた。李王政死のお刑事梨宮政子女王とご婚約。という大見出しとともに、紛れもなく、 自分の袴姿の写真が掲載されている。隣には、両生子すなわち、大韓帝国皇太子、うん、ウン殿下の写真が並んでいる。東京に帰った雅子妃は、父森政王から、正式に婚約を告げられ、次のようにきっぱりと答えた。よくわかりました。大変なお役だとは思いますが、ご両親様のお考えのように努力してみます。母、五子妃は、 わずか15歳の娘の毅然たる態度に、言葉もなくただ涙された。この時から、日韓の狭間で、波乱の人生が始まるのだが、政子妃は、まさに、この毅然たる覚悟通りに、日韓の架け橋としての役目を果たし続ける。に、楽器が始まると、学習院では、皇太子妃におなりになる。でも、朝鮮のお方がお相手ではね、と、学友たちは、囁き合っていた。 そこに、政子妃が、髪を中心から分けて言う、韓国式の髪型で、公然と胸を張って投稿してきた。皆は、その覚悟の見事さに感心した。二、韓国併合。皇太子殿下運は、明治四十、1907年、十一歳にして、日本に留学した。この二年前に、日露戦争に勝利した日本は、大韓帝国を保護国としていた。 朝鮮半島の不安定が、日清、日露両戦役を引き起こしていただけに、英米両国は、この措置を歓迎した。大韓帝国側から見れば、運を人質に取られた格好だったが、我が国は、長野を挙げて歓迎し、すべて、日本皇太子と同等の扱いをした。特に、明治天皇、皇后は運殿下を可愛がられ、よく御所に召されて、贈り物を与えられた。 大使大使皇太子殿下の主任教師に任命されていた伊藤博文が、運のためにならないから、と断っても、両陛下は辞められなかった。伊藤自身も、孫のように運を慈しみ、安住根に暗殺された後、運は、よく、伊藤公が生きておられたらと語っていた。明治42年、1909年7月6日、韓国併合が閣議決定された。アメリカ政府は、むしろ、 米国のためにこれを歓迎すとし、イギリス、ロシア、ドイツ、フランス各国政府もこれを了承した。後の首相、原高氏は、今日結婚するの、必要ありあいなや歌う橋と表し、小説家、有島武雄は、この日、朝鮮民族の心情や遺憾と涙すると記している。三級朝鮮王妃としての責任。併合後も、李王家は、皇族の一員として、 高い地位を与えられた。敗戦時、総理大臣の年俸が1万円だったときに、利用家の後続費は、120万円と皇室に次ぐ拒否である。政子妃の成果なしもとみやけなどは、わずか3万8000円に過ぎない。さらに、本国朝鮮に150万坪を超す土地や4000万円以上の預金を所有していた。運の父、李太陽は、政子妃との婚儀を大変に喜んだという。 雅子妃は皇族であり、そして何よりも当時皇太子だった昭和天皇の置き先候補の一人とされていた方である。日本皇太子殿下と同等という扱いはここにも及んでいた。また、韓国の宮廷では王妃の一族が実権を取るために血で血を洗う勢力争いが絶え間なく続いており、日本皇族の女王殿下をいただけば宮廷も穏やかに収まるだろうと安堵されていた。 大正九年、1920年4月28日、東京・六本木鳥居坂の利用邸で結婚式が取り行われた。婚儀に反対する朝鮮人大学生が、ピストルと爆弾を持って利用邸潜入を企てたが、朝鮮人刑事が検挙して事なきを得た。白きぬじに刺繍をした英国風宮宮邸大礼服、ロープデコルテードトレーンの着付け。 ダチョウの羽を飾ったチュールを頭につけた上からダイヤを散りばめた王冠を乗せた瞬間、思わず身が引き締まり、同時に旧朝鮮王妃としての責任が重くのしかかってきたのを感じました。マサコ妃は自伝にこう述べている。言うまでもなく、日本人も朝鮮人も、すべて日本の国民だという。 内戦一体、日戦融和の象徴としての国家の都合による日本の植民地支配を確固とするための政略結婚であったが、政子は日本人であることを止め、李運と同じ朝鮮人になろうとして彼を理解し、支え続けた。四大地震の死、李運殿下と結婚して東京に住むことになった政子妃は、本物の愛情を育てていかれた。2年後、大地震、陳、ただし、 新と呼ばれていたが生まれ、朝鮮側の強い要望により、生後8ヶ月の新を連れて、政子は、夫と共に、大正11年、1923年4月26日、寒ウロの新羅丸で、初めて朝鮮に渡った。生後8ヶ月の乳児を連れて帰ることに、母、いつこ日は最後まで反対されたが、ぜひ新殿下も一緒にという朝鮮側の強い要望に押し切られてしまった。 その心配も、朝鮮側の熱烈な歓迎に吹き飛び、元気いっぱいの新は、かわいい若宮様と女官たちにも大変な人気であった。2週間にわたる数々の行事も終わって、いよいよ、明日はこの地を去ると思えば、名残が惜しまれてきて、なんとはなしに寂しさを覚えたのは、殿下のみならず、私にとっても新にとっても、この国、この地がふるさとであることを、心でも、 肌でも確かめることができたからでしょうか。しかし、悲劇は、出発前夜、お別れの晩餐会の後にやってきた。二人が宴から戻ると、自重が反狂乱になって、若宮様のご用体が、と叫ぶ。無我夢中で駆けつけると、神は、青緑色のものを吐き続けていた。そして、三日後、激しい雷雨の中を、神は、わずか八ヶ月の生命を終えた。 日本人の医師たちは急性消化不良と断定したしかし出発の前の晩最新の警戒が最後に緩んだのを狙っていたように起きただけに政子妃はじめ多くの人は毒殺に違いないと思った血を尊ぶ挑戦王家が日本人の血に汚されることを嫌った毒殺説が流布されることになるご幸福の日々昭和61931年12月29日 二度の流山を乗り越えて、男子くくただし、普段は、急と呼ばれていた誕生。運殿下は、政子妃の手を取られ、ご苦労だったね、と、ただ一言。政子妃は喜びで涙ぐんだ。皇室天範は、男子がいないときは大気廃絶を歌っており、朝鮮王朝の存立がかかっていたからである。政子妃は、次の歌を読まれた。 つもりたるととせ、10年、の悩みきょ晴れて、高き産声聞くぞうれしき。必ず、いつの日か、朝鮮王国の地位を受け継いだこの子に、しっかりと、不祖の国の大地に立てる日を迎えさせねばならない。との悲願を、心の底に深く刻みつけた。昭和10、1935年、雲殿下は、宇都宮第14師団歩兵第59連隊連隊長として赴任。政子妃も、 区とにに宇都宮に住む農家の人たちと気軽に話をしたり、スキーに夢中になったりと、しばしの幸福の日々が続いた。昭和18、1943年、第一航空軍司令官に任命される。運殿下は、部下には思いやり深く、上官にはよく尽くし、ことに当たってどうすることなく、王者の風格があった。幼年学校の同期生の一人は、少なくとも、 我々軍人、ことに、同期生にとっては、最も親しい敬愛する宮様であって、人質とか異国人とかいった感情はつゆほどもなかったのが、事実であると語っている。立派な日本軍人、理想的な日本皇族として、振る舞われていた。また、人材育成にも心を砕き、日本留学中の朝鮮人留学生のための寮を作り、毎年10万円もの奨学金を貸しされていた。 六戦後の親戚降下昭和20年8月、日本が敗戦を迎えると、占領軍司令部は、各皇族の特権の剥奪にかかった。宮内庁から支給されていた歳費は停止され、高額の財産税が付加された。利用家も、昭和天皇が、特に行く末を案じられたが、皇族の身分を奪われ、財産の大半を財産税として取り上げられ、 残った宅地などもペテン氏に奪われてしまった。そして、王族としての身分を失い、在日韓国人として登録された。政子妃は、これからは私が強くなって、殿下は、そっと静かに、死体用に暮らしていただこう。戦うのも私、守るのも私なのだ、と決心した。昭和25、1950年には、運殿下は、 マッカーサーに招かれて、来日した大韓民国初代大統領李正、李承判、李承判と会談をした。李王朝につながる決闘を自慢していた大統領は、国民の同情を集める運殿下にライバル意識を持ったのか、冷たく、帰国したいなら帰ってきなさいと言い、殿下は、落胆して帰国を諦めた。昭和35、1960年、李承判は大統領選4選に成功したが、 不正選挙を起こる学生革命により失脚。翌年クーデターに成功した朴正紀、パクチョンヒが、この3年前に脳血栓で倒れた運殿下の容体を心配し、生活費、療養費を韓国政府が保障するので、帰国されたいと連絡してきた。奈良半日感情を渦巻く韓国へ。昭和38、1963年11月22日、運殿下とマサコヒは、 朝鮮戦争の結果38度線で南北に分断された大韓民国に帰った皇太子殿下として11歳で故国を後にして実に56年が経っていた帰国に伴い政子妃は韓国籍を取得していたベッドに寝たままの殿下はそのまま病院車に乗せられソウルの聖母病院に直行した沿道でちぎれるように手を振る出迎えの人並みも目には入らなかった たとえ、一歩でも半歩でもいい、殿下の足で、故国の土を踏ませたかった、と、政子妃は、切ない思いをした。当時の韓国では、李承晩大統領の12年間に及ぶ、反日政策の結果、反日感情が横一していた。小学校から、中学、高校と反日教育が施され、電信柱が高いのも、ポストが赤いのも、みんな、 日本が悪いとされると、揶揄されるほどであった。政子妃が勝手が分からずに、使用人にまで、丁寧に頭を下げると、たちまち、非難の的になった。ちょっぱり女出て行けなどと罵倒されたこともあった。ちょっぱりとは豚足のことで、足袋で草履を履いた足は、豚のひずめと同じだというのである。八障害児の教育を始める。そんな中で、政子妃は、 精神白弱児の教育を始める。ポリオなどで麻痺した子供たちは、家族の恥として、家の中に閉じ込められていた。政子妃は、その子供らの自立能力を引き出し、育て上げることを目指した。新聞に、心身障害児募集の広告を出すと、たった一人八歳の精神白弱の女の子の応募があった。交通費程度で来てくれる優秀な若い先生を見つけ、また、場所も、 遠征大学の一宮を曲がりできた。机などは古道具屋を巡って調達した。あの家にポリオの子供がいると聞くと雅子妃は訪ねていく。怯えた目で迎えられたこともたびたびだった。それでも1年して、ロアや小児麻痺の子供が10人ほども集まった。政府から支給される生活費は、運の入院費と生活費でほとんど消えてしまう。雅子妃は、 資金を稼ぐために、趣味で作っていた、しっぽ焼きを売ることを始めた。足踏みバーナーで、長時間火を起こしていると、足が腫れ上がった。夏の暑い日には、釜の熱気を浴びて、汗だくだくになる。すでに、六十代半ばの政子日には重労働であった。旧韓国障害児の母。生徒数が多くなると、新しい土地を探し、建物を建て、 自衛学校が正式に発足した。より多くの資金を集めるために、政子妃は王朝衣装賞をはじめ、自らも宮中衣装を着て海外を巡られた。これには、旧朝鮮王朝の権威と誇りを大事にしてもらいたい、と非難が集中した。しかし、非殿下は、そんな非難を、よそに80歳を過ぎても、海外でのショーを続けられた。このような雅子妃の努力で、 恵学校は形を整え、児童数百五十名、高知四千坪、教室や寄宿舎以外に、豚舎、鶏小屋、農場まで備える規模に成長していった。政子妃が、日本への募金旅行から帰った時のことである。風呂場を覗くと、石鹸の泡をつけた子供と、お湯のしずくを滴をしたたらせた子供が抱きついてくる。政子妃は、よそきの洋服が泡だらけになるのも構わず。 子供たちを抱き寄せ、ただいまと、一人一人の顔を覗き込む。一緒に訪れた在日韓国人のケ平広氏は、この光景を見て胸が詰まり、この方のためなら、どんな応援もしようと、心に誓ったという。県はその後の在日大韓民国婦人会中央本部会長である。平成元年、1989年、政子妃は87歳で逝去された。5月8日、 古式にのっとって、1000人の従者を伴った僧霊の行列が、旧朝鮮王朝王宮から王家の墓までの2キロの道を進んだ。墓には、すでに19年前に亡くなられた雲殿下が待っている。韓国からは、京栄君首相、日本からは、三笠宮堂肥料殿下が参列され、多くの韓国国民が見送った。日本の皇族として生まれ、朝鮮王朝最後の皇太子妃となり、さらに、 韓国障害児の母と、数奇な運命をたどられた政子妃は、一人の女性として、妻として、私は決して不幸ではなかったと述べられている。日韓の架け橋になろうとの15歳の時の決意のままに、その後の72年間を生き抜かれたのである。おいたる母の願い。梨本、いつ子梨本、いつこ。1882から1976。この度 李政子が自助伝を出すにあたり、何か一言書けと言われましたが、母として特別に書くこともありません。構成すりを読んで行くうち、過ぎ去ったさまざまな出来事が、喜びや悲しみとともに思い出されて、止めどなく涙が流れてきました。よくもここまでこぎつけてきたものと、感慨無量でした。世の中のことは、何も知らない裏若い乙女が、ただお国のためにと押し付けられた思いもかけぬ結婚、しかも、 それは、一言の相談もなく決められ、一生を犠牲にしてしまう運命となったのです。母親として、何ともしてやれない悲しさ、苦しさ。表面は、笑顔で過ごしていても、心の奥の悩みは、その後、長く長く、耐え忍び続けてきたことでした。同じく、悩みをう危機を過ごしてきた雅子。これも何かの因縁でありましょうか。母は、ただただ、 つつがなかれと祈るのみでした。だが、相手の運転家は、人間として立派な方でした。夫婦としての二人は、むしろ幸せであったと思います。たとえ、たどってきた道は険しくても、それに耐え抜いてこられたのは、二人の、人間としての結びつきと愛情の深さにあったのだと思います。結婚の前後、特に言い聞かせたことを、よく胸に収め、政子が、 利家のたために尽くくししてくれたここととは何より嬉しいことです人間は何によらず忍耐が第一だと思います。そして明治、大正、昭和と三代の世の流れとともに数々の出来事を切り抜けて今は韓国に帰りご病気の運様に尽くし社会事業や心身障害者のために心を砕いていることは誠に嬉しいことです。今後は運様のご病気が 少しでも解放に向かわれて、懐かしい故郷の地で、いつまでも幸せにお過ごし遊ばすことを、一とに祈るのみでございます。